皆さん、こんにちは。日本球界で欠かすことができず、もはや日本球界の宝ともいえる野球選手のイチローさん。野球少年からは憧れられる存在であり、日本国民にとっても大スターとして知られてます。イチローさんは結婚はしておりますが、子供がいないことが話題になったことがあります。さらには結婚する以前などに不貞行為もしたと時折話題になることがあります。今回はイチローさんの不貞行為やどうして子供がいないのかについて紹介します。イチローさんは1973年10月22日に生まれて、本名は鈴木一郎さんといい、出身は愛知県西春日井郡豊山町です。日本の野手で初のメジャーリーガーとなり、その後も様々な功績を残して2019年3月21日に引退を発表し、その後はマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターへの就任が発表されて、マリナーズでの選手指導をはじめ、傘下にある AAA タコマレイニアーズでも外野守備や走塁の指導、打撃コーチ補佐などをすることになったといいます。あとは野球を純粋に楽しみたいということで、友人と共に草野球チームである神戸智弁を設立していたり、将来的には草野球リーグを設立したいとも話しています。そんな日本球界を代表すべきようなイチローさんは、1999年に元 TBS アナウンサーであった福島由美子さんと結婚なされています。その後も福島由美子さん一筋だと言われていましたが、不貞行為があったのだという話もあります。その不貞行為を行った人数は2人で、調べるとどちらも一般の方であるということが判明しています。1人は福岡県出身の美人人妻で、もう1人は美人留学生だったといいます。その不貞行為について少し見ていきます。イチローさんの不貞行為のお相手1人目が福岡県出身の当時30歳の美人人妻です。イチローさんと不貞行為をされたとされるお相手の美人人妻の方ですが、1995年に知り合ったそうです。イチローさんと美人人妻は知人を交えて何度か食事を共にしていたとの情報もあります。1998年秋に福岡市内のホテルで美人人妻と不貞行為に至ったと報道されてます。このイチローさんとお相手女性との関係は、イチローさんと福島由美子さんが結婚するまでしばらく継続していたとも言われてます。しかしイチローさんとお相手女性との関係を知ったお相手女性の夫が、イチローさんが結婚した直後に弁護士を通じて内容証明郵便を送付したそうで、まさに泥沼不倫でした。イチローさんは最終的に不貞行為をしたお相手女性の夫側の主張を全面的に認め、慰謝料として1250万円を支払うことで決着したと報道されてます。その後の会見でイチローさんは不貞行為をしたお相手女性が既婚者とは知らなかったとして不倫を否定してます。2人目の不貞行為のお相手は当時20歳の美人留学生です。この留学生さんの件は週刊誌にイチローさんと留学生との不倫関係を感じさせる会話テープの存在を明らかにされてます。その一部が抜粋され世間に知れ渡りました。結局イチローさんの所属してた海外球団がプライバシーの保護と取材をシャットアウトし、この件はうやむやになりました。週刊誌に報道されたそのイチローさんと2人目の不貞行為のお相手留学生との会話がこちらです。大抵はいつも男の人だよね、だってそういう生き物だもん、そっか、あんなのバレたらまずいの、当たり前じゃん、ふふふ、奥さんのこと好きなんだ、好きだね、いいね、好きな人と結婚できて、じゃなかったら結婚しないだろう、そりゃそうだね、もう忘れてる人とかいるでしょう、奥様のことは好きだけど、それとこれは別とも聞こえる内容です。この不貞行為の発覚で気になるのは、誰が週刊誌にテープを流したのかではないでしょうか。週刊誌の中では大学生がイチローさんに本気になってしまったことを心配したルームメイトが会話を録音して週刊誌に売ったようなことを憶測として書かれていました。留学生の友人の方曰く、イチローさんと奥様の家庭を壊してしまうことになるのではないかと心配したことと、大学生の彼女が恋愛に苦しむ姿が辛かったんだそうです。これが週刊誌が仕込んだつつもたせなんてことはさすがにないと思いますが、結局のところ真相は闇の中となりました。過去に2回も不貞行為を起こし、泥沼不倫や
巨額手切れ金騒動になった一郎さん。しかし一郎さんは奥様と離婚しませんでした。一郎さんが離婚しなかったのは妻の福島由美子さんの理解があったからだと感じます。夫婦生活が長くなれば離婚の危機も何度も訪れることがあると思いますが、無事に乗り越えたようでよかったです。そんな二人が出会ったのはラジオ番組。一郎の気持ちはいつもフルスイングがきっかけで友好関係が始まったそうです。ラジオ番組が放送されている時、福島由美子さんは TBS のアナウンサーでしたので、TBS の番組で一郎さんへのインタビューなどの仕事があると、一郎さんは迷わず福島由美子さんを指名したそうです。二人は1997年に交際を開始し、1999年1月に一郎さんが福島由美子さんにプロポーズをし、1999年12月にロサンゼルス郊外サンタモニカのチャペルで挙式しました。ちなみに福島由美子さんは一郎さんにプロポーズされた2ヶ月後の1999年3月に TBS を退職しています。結婚会見では結婚を決めた理由について一郎さんは、相性がいいというのが一番、話すリズムとか価値観とか同じ空間にいるのが心地いい、あと親を大事にしてくれると思いましたと語っており、福島由美子さんは自然な二人の空間が心地いいですね、信頼感がある人だなと思いましたと、相性が良かったのであろうということを話しています。結婚当時、一郎さんは26歳、福島由美子さんは34歳と8歳の年の差婚でした。 TBS さんを辞めた福島由美子さんは現在一郎さんの資産管理会社である IYI を運営しており、さらに高級エステ事業も行っているといいます。その高級エステはシアトルで立ち上げて、地元のセレブにヒットして大盛況だといいます。成功者同士の2人ですが、2人の間にはお子さんはいないといいます。顔に一郎さんは記者からの質問で、お子さんはまだですかと聞かれたのに対して、欲しいと思っているけどできないと答えています。このことについてはどちらかに不妊の原因があるのではというように推測されていました。実際にそれは本当だったのでしょう。福島由美子さんがアメリカで不妊治療を行っていたことが現地のメディアによって報じられています。一郎さんはシアトルマリナーズに10年間ほど所属していたのですが、10年間も同じチームに所属していたのは妻の福島由美子さんがシアトルで不妊治療を続けていたからだと思われています。不妊治療にはいくつか種類があるといい、日本では第一段階といわれる一般不妊治療がおおよそ2から3万円だと言われており、第二段階といわれている高度生殖医療は30から60万円かかるのだといいます。アメリカだと平均的な体外受精の費用は1回あたり12,000ドル、現在の相場で日本円に直すと178万8360円かかるのだと言われています。ちなみに参照した相場は2022年10月15日の正午段階になりますので、変動は大いにあり得ると思います。日本で総合の1回分で200万円はかかると言われています。ただ一郎さんが34歳の時の話なので、14年前の話の相場で考えるとだいたい105円の周辺で前後していることを考えて、105円で計算してみると126万円ほどになり、そこに手数料がかかると思われていて、どちらにしろ少し日本より高くなるのかなと思います。当時の一郎さんの収入と子供が欲しいと発言していた一郎さんのことですので、お金に糸目をつけずに払ったと思います。卵子提供や代理出産などについては野田聖子さんの話が有名ですが、結果としてそうしたことはなかったと言います。福島由美子さん一途な一郎さんとしては、夫婦の間に第三者が入ってくるというのがあまりよく思わなかったのだと思います。一郎さんの子供ができていないことについて野球ファンからは惜しむ声が多く見られました。そんな子供がいない一郎さんですが、愛犬がいるようで一休と名付けているそうです。名付けについては一郎の一と福島由美子さんの由美から取って名付けたのだと言います。もしかしたらお子さんが生まれた時につけようとした名前なのではと考えてしまいます。そんな一休を一郎さんは子供のように可愛がり、さらにはムネロウというもう一匹もいると言います。ムネロウは一休の子供だと言います。ムネロウの名前については当時シカゴカブスに所属していた
川崎宗則さんの宗と一郎さんのローから取ったものだそうです。川崎宗則さんのことについて一郎さんは、同じ日本人メジャー選手として大事な存在と語っていました。宗郎についてはあまり情報がないです。その理由は一郎さんがメディアの取材が好きじゃないということもありますが、川崎宗則さんが体調不良が理由でソフトバンクを退団したため、川崎宗則さんを思って宗郎のことをあまりメディアに出していなかったとだと思われます。そんな2匹の愛犬を我が子のように可愛がっているみたいで、引退会見の時に、愛犬の柴犬は今年で18歳、おじいちゃんでフラフラだけど懸命に生きてる、その姿を見たら俺頑張らなくちゃなと思った。現役を終える時まで一緒に過ごせるとは思っていなかったので感慨深い、妻と一休には感謝の思いしかないと語っています。そんな一郎さんですが、隠し子がいるのか、そんな話もありましたが、そんな事実はないです。隠し子と言われている写真は野田聖子さんのお子さんとの写真で、野田聖子さんと一郎さんとの間に生まれた子供ではないです。様々な活躍をしたり結婚もした一郎さんは、どうも両親との仲はよろしくないと言われています。その理由は一郎さんの人気に乗じてカレーを販売した時に事務所の9000万円もの申告漏れがあったことと、執拗に孫を早く見たいと催促していたことだと言います。やっていないのであればまだしも、できない2人に対してそれを望むのはあまりにもデリカシーに欠ける発言だなと思いました。もしかしたらそうしたストレスもあり子供ができなかったのかなと思ってしまいます。いかがでしたか。今回は一郎さんについて、お子さんがいないことと不貞行為について紹介しました。現在はマリナーズで裏方として活躍をしており、日本では純粋に野球を楽しむために草野球をしているとのことで、もしかしたらまだどこかで一郎さんがマウンドに立っている姿が見られるかもしれません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。